めん。行こう。逆さにぶら下がってたって何なの？やばくない？処刑とかそういうアピール？怖すぎ。死体見つけたの3年の小西って人らしいよ。よう。あのさ、その大したことじゃないんだけど、実は俺昨日テレビで、やっぱその今度でいいや。花村、噂聞いた？事件の第一発見者って小西先輩らしいって。だから元気なかったのかな。今日学校来てないっぽいし。あれ、ゆき子今日も家の手伝い？今ちょっと大変だからごめんね。なんか天城今日特別テンション低くね。忙しそうだよね。ところでさ、昨日の夜見た？え？いや、まあそのお前はどうだったんだよ。見た、見えたんだって、女の子。けど運命の人が女ってどういうことよ。誰かまでは分かんなかったけど、明らかに女の子でさ、髪がねふわっとしてて肩ぐらいで、うちの制服で。それもしかしたら俺が見たのと同じかも。俺にはもっとぼんやりとしか見えなかったけど。え？じゃあ花村も結局見えたの？しかも同じ子？運命の相手が同じってこと？知るかよ。で、お前は見た？お前が見たのも同じ人っぽいな。しかし妙な声ってのはともかく、テレビに吸い込まれたってのはお前動揺しすぎ？じゃなきゃ寝落ちだな。けど夢にしても面白い話だね。そう、テレビが小さいから入れないってとことか変にリアルでさ。もし大きかったら。そういえばうちテレビ大きいの買おうかって話してんな。へえ、今買い替えすげえ多いからな。なんなら帰りに見てっか。うちの店品揃え強化月間だし。見てく見てく、親家電疎いし、早く大画面でカンフー映画見たい。そう、はい。だいぶでかいのまであるぜ。お前が楽に入れそうなのとかな。でかっ、しかも高っ。こんなの誰が買うの？さあ、金持ちなんじゃん。けどうちでテレビ買うお客とか少なくてさ、この辺店員も置かれてないんだよね。ほう、やる気ない売り場だね。ずっと見てられるのは嬉しいけど。やっぱ入れるわけないよな。寝落ち確定だね。
だいたい入るったって今のテレビ薄型だから裏に突き抜けちまうだろう。てか何の話してんだっつの。で里中、お前んちどんなテレビ買うわけ。とりあえず安いやつって言ってた。おすすめある。こちらなどいかがでしょうか。お客様、この春発売されたばかりの最新型で。ちょ、全然安くないじゃん。ゼロ1個多いだろって。てか、まずお前の安いがどんくらいか聞かないと。花村のコネで安くしてよ。そんならここで買うからさ。そういうのは無理だって。じゃあこっちとかどうだ。展示品でちょっと古いけどこれなら。そういやさ、お前んちのテレビって何？どうしたの花村。あいつの腕刺さってない。うわっ、あれ最新型？新機能とか どんな機能？ねえよ。嘘、マジで刺さってんの？マジだ、本当に刺さってる。すげえよ、どんなイリュージョンだよ。で、どうなってんだ種は。バカ、よそって。何してんだお前。すげえ。中って何？空間って何？広いって何？っていうか何？やっべえ、びっくりしすぎて漏れそう。は？漏れる？息どきなくて我慢してたってか。あ、ダメだ、漏れ。客来る。え、ちょっとここに半分テレビに刺さった人いいんですけど。どうしよう。なあ、ちょっと待っ。ケツの財布がダイレクトに。もう何なの一体。何ここ、ジュネスのどっか。なわけねえだろ、だいたい俺たちテレビから。つうかこれ何がどうなってんだ。なのこれ。若干ケツが割れた。もともとだろが。うわ、何、ついに漏らした。バカ、見てみろって周り。これってスタジオ？すごい霧じゃない、スモーク。こんな場所うちらの町にないよね。あるわけねえだろ。どうなってんだここ。やたら広そうだけど。どうすんの。え、だけどとにかく一回帰ってさ。あれ、あたしらそういやどっから入ってきたの。出れそうなとこないんだけど。そんなわけねえだろ。どういうことだよ。知らんよ、私に聞かないでよ。やだ、もう帰る、今すぐ帰る。だからどっからだよ。そうだな、うん、落ち着いて考えよう。冷静にな。とりあえず出口を探すぞ。ここ本当に出口とかあんの？現に俺らここにいるんだ。ってことは入ってきた場所があるはずだろう絶対。そ
それはそうだけど。てか、なきゃ帰れないだろう。とにかく調べようぜ。何ここ、さっきんとこと雰囲気違うけど。建物の中っぽい感じあるけど。くっそ、霧すごくてよく見えねえ。大丈夫？帰って遠ざかってたりしない？わかんねえよ。けどある程度勘で行くしかないだろう。そうだけど。この辺ちょっと霧薄くない？圏外か。ま、当然か。さっさと行かないでよ。よく見えないんだから。え、何ここ？行き止まりだよ。出口なんてないじゃん。見た目も気味悪くなる一方だな。つうか、もう無理だぜ。俺の暴行は限界だ。ちょ、花村、何してんの？出さなきゃもらんだろうが。そこでやんの？勘弁してよ。見んなよ。見られてっと出ないだろ。ああ、出ねえ。暴行炎になったらお前らのせいだぞ。知らねっつの。にしても、何なのこの部屋。このポスター全部顔ないよ。切り抜かれてる。めちゃめちゃ恨まれてるとかってこと？この椅子とロープ、あからさまにまずい配置だよな。輪っかまであるし、これスカーフか？ねえ、戻ろう。さっきんとこ戻ってもう一回出口探した方がいいよ。なあ、あのポスターってさ、どっかで。いいから行くよ。もうやだこんな場所。それに、なんかちょっと気分悪い。そういや、俺も。わかった、戻ろう。なんかマジ気持ち悪くなってきた。ふう、やっと戻ってこれたよ。って、何あれ？なんかいる。何これ？じゃない、クマ？なんなんだこいつ。君らこそ誰クマ？喋った。誰よあんた。やる気？そんなに大きな声出さないでよ。クマはクマだよ。ここに一人で住んでるクマ。ここは僕がずっと住んでるところ。名前なんてないクマ。ずっと住んでるところ。とにかく君たちは早くあっちに帰るクマ。最近誰かがここに人を放り込むから、クマ迷惑してるクマよ。は？人を放り込む？何の話だ。誰の仕業か知らないけど、あっちの人にも少しは考えてほしいって。ちょっと、何なわけ？いきなり出てきて何言ってんのよ。あんた誰よ？ここはどこよ？何がどうなってんの？さっきいたクマよ。とにかく早く帰った方がいいクマ。要はここから出てけってんだろ。
俺らだってそうしたいんだよ。けど出方がわかんねえっつってんの。ムッキー、だからクマが外に出すっつってんの。だからわかんねえな。出口の場所がわかんねえっつってって、え？だこりゃ。テレビ？どうなってんの？さあ、行って行って行ってクマ。僕は忙しいクマだクマ。いきなり何？うわ、ちょっ無理だって。な、押すなって。戻ってきた。ただいまより1階お惣菜売り場にて恒例のタイムサービスを行います。今夜のおかずにもう一品、ジュネスの朝取り山菜セットはいかがでしょうか。ヤングもシニアもお見逃しのないようお得なタイムサービスをご利用ください。げっ、もうそんな時間かよ。結構長くいたんだ。そうか、思い出した。あのポスター、ほら見ろよ、向こうで見たの、あのポスターだろ。何よいきなり。本当だ、あれだ。さっきは顔なくて分かんなかったけど、柊美鈴だったんだ。最近ニュースで騒がれてるよね。旦那がこの前死んだ山野アナと不倫してたとかって。おい、じゃあ何か、さっきのわけ分かんない部屋、山野アナが死んだ件となんか関係が。そういや、あの部屋、やばい輪っかがぶら下がってたりしたけど。うわあ、やめやめ、おい、やめようぜ、この話。つか、今日のことまとめて忘れることにするね、俺。なんかもう、ハート的に無理だから、うん。なんか寒くなってきた。気分も悪いし、帰ろう。おう、おかえり。まあ知らんとは思うが、小西咲って生徒のこと何か聞いてないか。ああ、まあな。実は行方がわからなくなったと連絡があってな。うちの連中で探しているんだが、まだ見つからない。仕事が増える一方でな。次は霧の町に今も暗い影を落としている事件の続報です。稲葉市でアナウンサーの山野真由美さんが変死体となって見つかった事件。被害に遭う直前の山野さんの行動ははっきりしていませんでしたが、地元の名所として知られる天城屋旅館に宿泊していたことが警察の調べで分かりました。一人での宿泊だったということですが、昇進旅行といったことだったんでしょうか。ああ、天城屋旅館。あそこの温泉はね、いいですよ。おかみの高校生の娘さんが働いてるんですが、この春にも後継ぐかって噂がありましてね。そしたら現役女子高生おかみですよ。いや、僕もまた行きたいな。なるほど。では続いて気象情報です。雨足はだんだんと弱まってきました。事件のあった稲葉市周辺などではこれから朝にかけて霧が出やすいでしょう。視界が悪くなります。車の運転などの際は十分な注意を。ラーメンもういい？まだ早いだろう。風邪か？いかんな。新しい環境で疲れが溜まってるんだろう。ナノコ、薬。薬飲んだら今日はもう寝ろ。
起きたか。それじゃな。お父さん、何か用事みたい。電話来て行っちゃった。見たらパトカー3台走っててさ。エッコンチ警察の近くだもんね。何か聞こえてこなかった？怒鳴り声はしたけど、内容は分かんなかった。超残念。そういうのちゃんと聞いててよ。みんなに話したいじゃん。昨日さ、見た？みんな言ってあんなの。けど、あの話ってマジなの？わかんないけど、なんか見たって人割といるみたいだよ。ユキコ、午後から来るって言ってたのに。なんだろう、急に全校集会なんて。ってあれ、花村どうしたの？ん？いや、別に。皆さん静かに、これから全校集会を始めます。ではまず校長先生の方からお話があります。今日は皆さんに悲しいお知らせがあります。3年3組の小西咲さんが亡くなりました。亡くなった？小西さんは今朝早く遺体で発見されました。小西さんがなぜ亡くなったのか、警察の方々が捜査してくださっています。協力を求められた時は、我が校の生徒として節度ある姿勢で応じてください。静かに、静かに。それから先生方からは、いじめなどの事実、くれぐれも軽い気持ちで街頭取材などを受けたりしないように。遺体で発見って、そんな。超ビビったよね。死体、山のアナの時と同じだったんでしょ？前はアンテナだったのが、今回は電柱らしいじゃん。連続殺人ってことだよね、これって。死因は正体不明の毒物とか誰か言ってた。正体不明って、そりゃちょっとドラマの見すぎだって。そういえばさ、例の夜中のテレビで咲に似てる子が映ったらしいよ。超苦しがってたとかって、怖くない？そっちこそ絶対夢だって。今マスコミとかめっちゃ来てるし、取材でも受けて影響されたんじゃん。ったく、他人事で好き勝手言ってるよ。なあお前ら、昨日あの夜中のテレビ見たか？あのさ、花村までこんな時に何言ってんの？いいから聞けって。俺、どうしても気になって見たんだよ、映ってたの。あれ小西先輩だと思う。見間違いなんかじゃない。先輩、なんか苦しそうにもがいているみたいに見えた。それでそのまま画面から消えちまった。何よそれ。先輩の遺体、最初に死んだ山の穴と似たような状態だったって話だ。覚えてるか？山の穴が運命の相手だとか騒いでたやついたよな。俺思ったんだ、もしかするとさ、山の穴も死ぬ前にあの真夜中テレビってのに映ってたんじゃないのかなって。
まさかあのテレビに映った人は死んじゃうとかって言いたいわけ？そこまでは言い切らないけどさ、ただ偶然にしちゃなんていうか引っかかるっていうか、うん、それと向こうで会ったクマが言ってたろ、危ないとか霧が晴れる前に帰れとか、確か誰かが人を放り込むとも言ってた。それにポスター貼ってあったあの部屋、事件となんか関係ある感じだったろ。これってなんかこう繋がってないか？もしかしたら先輩や山のアナが死んだのってあの世界と関係あるんじゃないのか？なあ、俺の言ってることどう思う？お前もそう思うか？もし繋がりあるなら先輩と山のアナもあの世界に入ったってことかもしれない。あっちで何かあったってんならあのポスターの部屋があった説明もつく。もしそうなら先輩に関係する場所だって探せばあるかもしれない。花村、あんたまさか？ああ、俺もう一度行こうと思う。確かめたいんだ。よしなよ、事件のことは警察に任せた方がいいって。警察とか当てにしてていいのかよ？山のアナの事件だって進展なさそうじゃんか。第一、テレビに入れるなんて話まともに取り合うわけねえよ。全部俺の見当違いならそれでもいい。ただ先輩がなんで死ななきゃなんなかったか自分でちゃんと知っときたいんだ。花村、こんだけいろんなもの見て気づいちまって、なのにほっとくなんてできねえよ。悪いけど頼むよ、準備してジュネスで待ってっからさ。気持ちは分かんなくもないけど、あんなとこまた入ったら無事に出られる保証ないじゃん。どうする？マジで？とりあえずジュネスに行こう。花村ほっとけないよ。来てくれたのか。バターを止めに来たの。ねえ、マジやめなって、危ないよ。ああ、けど一度は帰ってきたろ。あん時と同じ場所から入ればまたあのクマに会えるかもしれない。そんなの何も保証ないじゃんよ。けど他の奴らみたいに他人事って顔で盛り上がってらんない。そうだけど、お前はどうする？このままほっとけるのか？そうだよな。うん、よかった。お前がそういうやつでよかったよ。心配すんなって、ちゃんと考えはあるんだ。里中はこれ頼む。え、何それ、ロープ？俺らこれ巻いたまま中入るから、お前端っこ持ってここで待っててくれ。な、何それ、命綱ってこと？ちょっと待ってよ。お前にはこれ渡しとく。ないよりいいかなと思ってさ。よし、じゃあ行こうぜ。グズグズしててもしょうがないからな。里中、ロープ離すなよ。ちょっと待ってってば。
ら、やっぱ無理じゃん。もうどうしよう。にってって。ここは見ろよ、前と同じ場所じゃないか。ちゃんと場所と場所でつながってんだ。君たち、なんでまた来たコマ。わかった、犯人は君たちだコマ。お前、こないだの…てか今なんつった、犯人。最近誰かがこの中に人を放り込んでる気配がするクマ。そのせいでこっちの世界はどんどんおかしくなってきてるクマ。君たちはここに来れる。他人に無理やり入れられた感じじゃないクマ。よって一番怪しいのは君たちクマ。君たちこそここへ人を入れてるやつに違いないクマ。なんだそりゃ、人を入れる。こんなとこ放り込まれたら出れずに死んじまうかもしれねえだろ。そんな危ねえことするわけ。っておい待てよ。なあ、今思ったんだけど、誰かがここに人を入れてるって話、まさか先輩や山のアナのことか。その誰かってのが二人をここに放り込んだってことか。なあお前どう思う。ああ俺もそんな気がする。もしもこいつの話が本当だとしたら、誰かが花から殺す気で人をここに放り込んでるってこともありえないか。だとしたら、ごちゃごちゃうるさいクマね。君らは何しに来たクマ。ここは一方通行、入ったら出られないの。クマが出してあげないと出られないの味わったでしょうが。うるせえ、関係ねえだろ。お前の力なんて借りなくてもな。リノ、今日はちゃんと命綱を。なあ！てめえ、調べが済んだらこっから俺たちを出してもらうからな。モッキー、調べたいのはこっちクマよ。クマずっとここに住んでるけど、こんな騒がしいこと今までなかったクマ。証拠あるクマが放り込んでるの君らじゃないって証拠。ほら、やっぱり君らクマ。違うって言ってんだろ。てか、お前に証明してやる義理はねえっての。それより、こっちの質問に答えてもらうぞ。偶然来たこの前と違って、今日はマジなんだ。いいか、俺らの世界じゃ人が死んでんだよ。霧が出るたびに死体が上がってる。知ってること話せ。絶対ここと何か関係があるはずだ。霧が出るたびに死体？そっちで霧が出る日は、こっちだと霧が晴れるクマよ。霧が晴れるとシャドウが暴れるからすごく危ないクマ。ははーい、そういうことクマか。はあ、一人で納得してんなこら。俺らのとこが霧だとこっちは晴れ、シャドウが暴れる。そうなると危ないから早く帰れって言ったんだクマ。さあ質問は終わりクマ。君らが犯人なのは分かってるクマ。今すぐやめてもらうクマ。だから違うって言ってんだろ。いい加減切れそうだぜ。なんで人の話聞かねえんだてめえは。犯人かもって言ってるだけクマよ。ただ確認してるだけ。はあ、強気か弱気かどっちなんだよ。どうも調子狂うなこのクマ。だいたいここって何なんだ。テレビのスタジオみてえな、ここで何か撮ってるってことか。おい、もしかしてあのおかしな番組ここで撮影されてんのか。おかしな番組、
撮影？何のことクマ？何って、だから放り込まれた人間を誰かがここで撮ってるのかって聞いてんだ。わかんないこと言うクマね。ここはもともとこういう世界クマ、誰かが何かを撮るとかそんなのないクマよ。ここにはクマとシャドウしかいないクマ、前にも言ったクマよ。あのな、こっちはお前もシャドウだかもどっちも何者かわかんねんだよ。っていうか俺らに証拠だなんだ言う前にお前がそもそも一番怪しいじゃねえか。お前こそ実は犯人なんじゃねえのか。大体なんだよそのふざけた格好、いい加減正体見せやがれ。わな、なんなんだよお前、な、中身がねえ。クマが犯人だなんてそんなことするはずない。クマ、クマはただここに住んでるだけ、ただここで静かに暮らしたいだけ。クマ、君たちが犯人じゃないって信じてもいい。クマよ、でもその代わり本物の犯人を探し出してこんなことやめさせてほしい。クマ、約束してくれないならこっちにも考えがある。クマ、ここから出してあげない。てめえ、このままじゃクマの住むここめちゃくちゃになっちゃう。クマ、そしたらクマはゆゆゆゆ。な、何急に泣いてんだよ。ああもうほんと調子狂うぜ。おい、どうする。あなたはこれから向かう地にて災いを被り、大きな謎を解くことを課せられるようだ。頼めるの君たちしかいない。クマ、約束してくれる。クマか。よかったクマ。くそ、出さないとかって足元見やがって。けどいろいろ知りたくて来たのは間違いない。今んとこ何もわかんねえしな。俺たちで犯人を探せか望むところだ。その約束乗ってやるよ。俺は花村陽介、一応名乗っとくぞ。でこいつは、お前名前は何てんだ。クマ。まんまだなおい。けど犯人探すってどうすりゃいいんだ。それはクマにもわからん。クマ、でもこの前の人間が入り込んだ場所はわかる。クマ、この前の人間ってもしかして小西先輩のことか。この前ここで消えた人間。クマ、何か手がかりがあるかもしれないからそっちに案内してみる。クマ、あとそうだ、案内の前に二人ともこれをかける。クマ、なんだよこのメガネ。うわすっげえ、こないだと視界が全然違う。かけてると濃い霧がまるでないみたいだ。霧の中を進むのにきっと役立つ。クマ、まあクマはここに長いこといるから頼りにしてくれ。クマ、あでもクマにできるのは案内だけだから自分の身は自分で守ってほしい。クマ、頼りならねえじゃんか。わけわかんないの相手にできないからな。武器は持ってきたけど、その雰囲気出しみてえなとこあんだろ。来たばっかの俺らより危ないならお前がなんとかしろよ。無理無理、筋肉ないもん。クマは少し離れたところから君たちに状況を伝える。クマよ、わかった。クマ、やめれ。マジか、こいつしょぼすぎるぞ。こんな弱いのと犯人探すなんて約束しちまったのか。そうだ、案内ついでに聞いておく。クマ、さっき言ってた小西先輩って君たちの何。クマ、なんでもいいだろう。
とにかく先輩がここにいられた可能性があるってことだけは分かった。もっと何か分かるかもしれない。早く行こうぜ。だよここ町の商店街にそっくりじゃんか。一体どうなってんだ。最近おかしな場所が出現しだしたクマよ。いろいろ騒がしくなって困ってるクマ。ところでお前、なんでそんなに離れたとこにいんだよ。いざとなったら逃げる気じゃないだろうな。そんなことないクマよ。いや、あんまり近くにいたら君たちの活躍の邪魔になるから。しっかし、どの辺まで続いてんだよ。てか、町のいろんな場所の中で、なんでここなんだ。なんでって言われても、ここにいる者にとってここは現実クマ。相変わらずよくわかんねえな。けど、ここがうちの商店街なら、この先は確か小西先輩の。やっぱりここ先輩んちの酒屋だ。先輩ここで消えたってことなのか。一体何が。ちょっと待つクマ。そこにいるクマ。いるって何がだよ。シャドウ、やっぱり襲ってきたクマ。なんだよ今のペルソナって言ったよな。あれどういう、てか一体何したんだよ。なあ、俺も出せたりすんのか。落ち着け陽介、先生が困ってらっしゃるクマ。先生、
いやはや先生はすごいクマね。クマは全くもって感動した。こんなすごい力を隠してたなんて、シャドウが怯えてたのもわかるクマ。もしかしてこの世界に入ってくれたのも先生の力クマか。ふむ、やっぱりそうクマか。こらすごいクマね。んだ、ヨウスケもそう思うだろ。何急に俺だけタメ口になったんだ。調子乗んな。はい。まあでもお前のバックアップもなかなかだったけどな。ちょっとだけ見直したぞクマ。え、そうクマ。よし、お前らのおかげでなんとかこの先進んでけそうじゃん。操作再開、頑張っていこうぜ。にしてもここで一体先輩に何があったんだろうな。ジュネスなんて潰れればいいのに。ジュネスのせいで。なんだよこれ。そういえば小西さんちのサキちゃん、ジュネスでバイトしてるんですってよ。まあお家が大変だって時にね。えジュネスのせいでこのところ売り上げも良くないっていうし。やめろよ。娘さんがジュネスで働いてるなんてご主人も苦労するわね。困った子よね。おいクマ、ここはここにいる者にとっての現実だとか言ってたな。それここに迷い込んだ先輩にとっても現実って意味なのか。クマはこっち側のことしかわからない。上等だよ。一体何がどうなってるのか俺たちで確かめてやる。くそ、またか。何度言えばわかるんだ、サキ。これ、先輩の親父さんの声か。お前が近所からどう言われてるか知らないわけじゃないだろう。代々続いたこの店の長女として恥ずかしくないのか。金か、それとも男か。よりによってあんな店でバイトなんかしやって。なんだよこれ、バイト楽しそうだったし、俺にはこんなこと、こんなのが本当に先輩の現実だってのかよ。これ何かの写真だよな。あれ、これ前にバイト仲間とジュネスで撮った写真じゃんか。なんでこんなこと。ずっと言えなかった。この声、先輩。私ずっと花ちゃんのこと。え、俺のこと。うざいと思ってた。仲良くしてたの店長の息子だから都合いいってだけだったのに、勘違いして盛り上がって本当うざい。うざい。ジュネスなんてどうだっていい。あんなののせいで潰れそうなうちの店も、怒鳴る親も、好き勝手言う近所の人も、全部なくなればいい。嘘だよ、こんなのさ。先輩はそんな人じゃないだろう。悲しいな、かわいそうだな。てか何もかもうざいと思ってんのは自分の方だっつーの。あれ、ヨウスケが二人。クマ、お前誰だ。俺はそんなこと思ってない。よく言うぜ。いつまでそうやって格好つけてる気だよ。商店街もジュネスも全部うぜんだろ。そもそも田舎暮らしがうぜんだよな。何言ってる。違う、お前は孤立すんのが怖いからうまく取り繕ってヘラヘラしてんだよ。一人は寂しいもんな。みんなに囲まれてたいもんな。小西先輩のためにこの世界を調べに来ただ。お前がここに興味を持った本当の理由は。やめろ。何焦ってんだ。
俺には全部お見通しなんだよ。だって俺はお前なんだからな。お前は単にこの場所にワクワクしてたんだ。ど田舎暮らしにはうんざりしてるもんな。何か面白いもんがあんじゃないか。ここへ来たわけなんて要はそれだけだろ。違う、やめろ、やめてくれ。カッコつけやがってよ。あわよくばヒーローになれろって思ったんだよな。大好きな先輩が死んだっていうらしい口実もあるしさ。違う、お前何なんだ、誰なんだよ。言ったろ、俺はお前、お前の影、全部お見通しだってな。ふざけんな、お前なんか知らない、お前なんか俺じゃない。いいぜ、もっといいな。俺じゃない、 お前は俺じゃない。ふん、ああそうさ、俺は俺だ、もうお前なんかじゃない。影、真なる我、退屈なものは全部ぶっ壊す。まずはお前からだ。いつまで耐えられるかな。さっきのやつよりがぜん強そう。クマ、気をつけろ。クマ、危険を感じたら防御する。クマ、退屈だぜ。何が起きたんだ。お前、お前は俺じゃない。あれはもともと陽介の中にいたもの。クマ、陽介が認めなかったらさっきみたいに暴走するしかない。クマよ、
お前チキショウ、むずいな自分と向き合うってさ。分かってたけど、みっともねえし、どうしようもなくて認めたくなかった。お前は俺で、俺はお前か。全部ひっくるめて俺だってことだな。聞こえた先輩の声、あれも先輩が心のどっかで抑え込んでたもんなのかな。ずっとうざいと思ってたか。これ以上ねってくらい盛大に振られたぜ。お前がいてくれて助かったよ。ありがとな。なあクマ、もしかして先輩はここでもう一人の自分に殺されたってことか。さっき俺に起きたみたいに。多分そうだと思うクマ。ここにいるシャドウも元は人間から生まれたものクマ。でも霧が晴れるとみんな暴走する。さっきみたいに意志のある強いシャドウを核に大きくなって宿主を殺してしまうクマ。町で霧が出た日にこっちで人が死ぬ原因なのか。陽介、だいぶ疲れてるクマね。もともとこっちの世界は人間にはちっとも快適じゃないクマ。もう何の声も聞こえなくなったし、これ以上ここには何もなさそうクマ。一旦戻るクマね。なあクマ、お前ここが現実だって言ってたよな。さっきの商店街、それに前に見たあの妙な部屋、あれは死んだ二人がこっちへ入った後で二人にとっての現実になったってことなのか。つまり二人が入ったせいであんな場所ができたのか。今までなかったことだからわからないけど、ここで消えた人たちもきっとさっきの陽介みたいになったクマね。ここの霧は時々晴れるクマ。そうなるとシャドウたちはひどく暴れる。クマ怖くていつも隠れてるんだけど、最初の時もその次も人の気配はその時に消えたクマ。つまりだ、先輩や山のアナはこんなとこに放り込まれて、そのうち体からあのシャドウってのが出て、そいつが霧が晴れた時に暴れ出して命を。そういうことなんだな。なら俺もここの霧が晴れるまでいたらずっとヤバい目に遭ってたってことか。間違いないと思うクマ。それにさっきは先生やクマもそばにいたから。くそ、先輩たちたった一人でこんな場所に。なのに誰も先輩たちを。陽介、二人ともここが晴れた日に消えたけど、それまではシャドウに襲われなかったクマ。なのに僕らさっきは襲われたクマ。シャドウたちすごく警戒してた。探索してる僕らを敵と見なしてるのかも。危険だけど、でも僕らなら戦って救えるかもしれないクマ。俺らならこの先また誰かが放り込まれてもその人を救えるってことか。消えちまう前に俺自身がさっき助けられたみたいに。とにかくここに人を入れてる犯人を捕まえてやめさせるしかない。そうか、ようやく少しは状況が分かってきたぜ。
ちょっと聞いていいクマ？シャドウが人から生まれるなら、クマは何から生まれたクマか？お前、自分の生まれも知らねえのかよ。そんなこと俺らに分かるわけねえだろ。この世界のことならいくつか知ってるけど、自分のことは分かんないクマ。ちゅうか、今まで考えたことなかった。マジかよ。つか、そんなんじゃ俺らが何聞いたって無駄なはずだよな。またここに来てくれるクマ？本当？じゃなきゃここから出さないってお前が言ったんだろ。そうだったクマ。じゃあ出してあげる前にお願いクマ。これからクマはここで君たちが来るのを待ってるクマよ。だから君たちは必ず同じ場所から入るクマ。違うとこから入ると違うとこに出ちゃうクマ。もしそれがクマの行けない場所だったらどうしようもないクマ。以上、わかったんクマ？まあ、大体な。じゃ、出口よろしくな。おいっす、了解だクマ。さてと、まず向こうに店員とか来ちゃってないか。な、だから最後無理に押すなっつのバカな。里中、うわ、どうしたんだよその顔。ああ、どうしたじゃないよ、ほんとバカ。もう信じらんない、あんたら最低。ロープ切れちゃうし、どうしていいかわかんないし。心配したんだから、ちょっとだけ悪いことしたな。いや、やべえかな、これは。まあ、しゃあない。明日謝ろう。今日はもうヘトヘト。帰って風呂入って寝るわ。今日は眠れそうな気がする。じゃあまた明日、学校でな。あれ？あ、この学校驚いた？うちのお使いだったから。この町とか学校にはもう慣れた？よかった。知らない場所に転校してくるって大変なんだろうね。私はこの町から出たことないから、転校ってどんな気分かわからないけど。あ、私、いつも帰り早いし、その、知恵とかとはどう？そう、よかった。知恵ってね、すごく頼りになるの。私、いつも引っ張ってもらってる。去年も同じクラスでね、一緒にサボって遊んだりしたな。あ、そろそろ戻らなきゃ。板長と明日の打ち合わせしないと。うちの旅館、私がいないと全然ダメだから。また学校でね。お父さん、遅いな。
では今夜のトップニュース。稲葉市で起きた異常殺人の続報です。今朝7時ごろ、稲葉市の住宅街で地元高校の3年生小西咲さんが遺体で見つかった事件。警察は遺体の状況が極めて似ていることや被害者が遺体発見者であったことなどから、さっきの山野アナの事件から続く連続殺人の可能性もあるとみて捜査を進めています。警察の調べによりますと、小西さんの死亡は昨晩1時過ぎ頃とみられています。ですが現場は未明から濃い霧で視界が悪く、発見が遅れたのではないかということです。また事件だね。またお父さん帰ってこなくなる。大丈夫だよ、家のことやるの手伝ってくれる？サメ川の上流に軒を構える地元随一の歴史を持つ高級温泉宿天城屋旅館。源泉かけ流しのラドン泉の露天風呂を備え、遠方からのリピーターも多い高級旅館だ。事件後お上が一線を退き、今はこちら一人娘のユキコさんが代わりを務めています。言ってみれば現役女子高生おかみといったところでしょうか。なんともこう惹かれる響きです。お話伺ってみましょう。すみません。私ですか？女子高生でおかみということですが。いえ、私は代役で。でも後継ぐわけでしょ。っていうか和服色っぽいね。男性客多いでしょう。つまんない。あ、お皿洗わなきゃ。Oh.